今週後半は雨の後、秋らしい涼しさが戻ってきます。水曜日から木曜日にかけては前線を伴った低気圧が通過して広く雨、日本海側や北日本で強まるところが出てきそうです。そしてこの前線や低気圧が通過した後、大陸の方から秋の涼しい空気が入ってきます。木曜日になると西日本の日本海側から入り始めて、金曜日には広く入ってきます。そして北海道、上空に強い寒気が入りますので、標高の高い山や峠道では雪が降って積もるところも出てきそうです。これを踏まえて週間予報です。西日本は水曜日に広く雨、木曜日以降気温が下がりそうです。福岡や鳥取は昼間の気温が20度を少し超える程度、そしてその他の地域では朝晩ひんやりとしてきます。東日本、北日本です。こちらは金曜日以降気温が下がりそうです。東京でも金曜日は平年並み、土曜日は一段と肌寒くなります。北日本では金曜日以降、内陸では朝晩一桁の気温となって、暖房器具が必要な寒さになりそうです。今週後半は風邪をひかないように気をつけてください。